皆さん、こんにちは。トータルウォー三国志の続きをやっていくよ。現在ですでに25ターンが経過。War is as a great inf- それで、どんな状況なのかというと、前回で、曹操軍と黄巾の交渉軍と戦って、曹操軍をなんとか捕らえて、野戦で打ち破ったんだよね。軍勢の追っかけっこが結構あるので、あれは、大きかった。それと、北では炎症が大きくなってきてる。こっちが交渉に奪われた鉱山を、炎症が奪ってしまった。完全に隣接したので、すぐさま贈り物をして不可侵条約を結んだ。不可侵なんて結構破られるものなので。とにかく、炎症の外交姿勢のプラスを大きくしたい。プラスになりやすい軍勢の通行許可を結ぼうかと思ったけど、必要な支払いが大きく、それは今のところ断念した。炎症にいろいろ奪われた交渉は力が弱まっているので、炎症再起をつけておけば、北側は今のところ、安心かなと、思ってるんだよね。問題は、南側の動き、前回で有料一味から、まさかの宣戦布告を受けたんだよね。それらの勢力とは隣接はしてないんだけど、結構、関係なく、他国の領地を通って攻めてくるので、警戒が必要だ。まあ、警戒するだけで、どうしようもなかったりするんだけれども。そして、こちらの軍勢は、北条の農地にいる。前回で、交渉軍を打ち破って、この農地を取り戻し、そこで失った兵を1ターン分、回復させたところだ。次に狙うのは、東欧の東海にある都市。戦力比は、都市の中流軍を加えた東欧軍が少し有利。よし、という状況を把握した上で、進めていくよ。あと、義勇の忠誠が低すぎて危ない。お気に入りなのに、このままでは出奔してしまうかもしれない。この曹操の寺院を取れば、少し忠誠が上がるので、取り返したいところだ。よし、では、いろいろ考えたけど、東海の都市を攻めよう。操作すれば勝てるとは思うんだけど、緊張する。この都市はレベル5なので城壁がある。まず、こちらは1ターン使って工場兵器を作ろう。ここで、一応狙っているのは、AI は勝てると判断すると、AI のターンで逆にこっちを、攻めてくることが多いんだよね。工場は多くの櫓があるから、大変だけど、そうなると、場外決戦になって、野戦になる。それを、狙ってるんだよね。城から敵を引っ張り出すってやつ。よし、ということで、ターン終了。さて、東欧はどう来るか。南の動きは、炎症、まさかの布告もあり得る。We detest you.これは、東瓶からの和平協定の申し出、多くのものを要求してきている。まだ、自分の立場が分かっていないようだな。韓帝国の領地は劉備にとって必要なので、当然、断る。ただ、他国をまたいで攻めてくる可能性はあるけどね。あ、やだ。曹操軍が秦軍の都市に来てるじゃん。やばい。とりあえず、この講話は断ろう。おいおい、曹操、もう回復したんか。おーおっと、来た来た来た。やったぜ、東欧が場外決戦を挑んできた。相手は、本隊と中流軍の二軍勢。さすがに、この形の野戦なら下手な虫でも勝てると思うんだよね。さてさて。向こうの先に都市が見える。いいなぁ、このゲーム、雰囲気があっていい。これは、中流軍の援軍がそっちから来るというマーク。相手は、二軍勢なので合流する必要があるようだ。ならば、合流をさせる前に速攻で仕掛けて、カッコ撃破を狙うところだろう。よし、配置終わり。回線じゃあ。回線すると、時間を止められないんだよね、速度変更だけ。行くぞ行くぞ、当たりに行くぞ。三兄弟で敵将を狙った。そいや、劉備は味方範囲で、敵の矢を防ぐスキルがあった。
軍勢と一緒にさせようって前回、思ってたんだった、忘れてた。おお、敵の合流軍は、かなり後方じゃないか。弓は射程に入れば、矢が尽きるまで勝手に攻撃してくれるモードにしてる。あとは、相手の一騎打ちを勝手に受けないようにしてる。こっちから仕掛けようと思ってるんだけど、今は劉備の一騎打ちしか受けてくれないようだ。劉備も専用装備なので多分強いんだけど、やめておいた。牙を敵弓に向かうように指示。上手い人は、何回も牙を出し入れさせて、突撃を繰り返すらしい。おお、セリフ回りが日本語になってる。日本語パッチはどんどん更新されているようで、今回も最新のパッチを入れさせてもらってる。この手前の敵馬を放置しすぎたな。倒しに行こう。敵の弓は、こちら馬にやられていくつか回想してるな。なかなか敵将がしぶといな。指示が遅くて、動いていない味方兵も多い。一応、追撃モードにしてるけど、倒しきるとその場で待機しちゃう。あ、やっと、敵将一人を倒した。敵将二人目も回想。敵の合流軍は未だ到着せず。よしよし、あと残りは合流軍だけだ。あとは、追撃戦を行って、この戦闘は終わった。新章。こちら損害は500ほど。敵はかなり減ったので、これで攻城戦はスキップでいけるはず。さて、敵ターンが終わった。まずの問題はここの曹操軍だな。秦軍は都市のレベルが今は3で弱いんだよね。寺院は取り返したいけども、曹操と講和をするか。っていうか、全然無理だわ。マイナス46もあった。最悪マイナス10くらいなら、なんとか支払えるけど、これは全然無理だ。ああ、レベル4まであと1ターンだったのにな。この曹操軍の兵力なら、レベル4の都市は落としに来れなかったはず。参った。参ったな。これは、建築中に攻められたら、その費用がパーになってた気がする。数ターンかけてアップグレードしていたけど、仕方がない。中止してお金を返してもらった。劉備のランクが上がったようだ。ここに戦闘スキルがあるので、これを目指しつつ、下の段、内政方向を伸ばしていこう。よし、それで、ここだな。よしよし、ここは相当弱っているようだ。これでも、予測は犠牲大きい勝利なのか。まあ、これはあくまで予測だしな。時短はできる限りやっていこう。犠牲の大きい勝利だったわ。敵200相手にこっち600減らされた。さすがは都市レベル5だぜ。この都市攻略はミッションの一つだったみたいだ。これで東欧軍は滅亡。レベル5の都市は兵糧を6使うので、これで兵糧の残りは4。他都市のレベルも4から5とかに上げたいんだけど、兵糧を増やさないと、上げることもできない。さて、東欧軍を滅ぼしたことで、他国の姿勢が変わってるかもしれない。交渉はすでには平和できるようだけど、炎症も交渉と戦ってるので、維持しておいた方がいいかも。共通の敵がいるってことで、少し態度は上がるはず。戦闘も面白いけど、この外交のやりとりもすごく面白い。曹操の方はどうだろう、変化してたりしないだろうか。嘘？マジか、めっちゃ変動してる。
講和交渉、マイナス46がプラス22までなってる。マジか、これ。こんなんあるんだ。ちなみに、この交渉のプラスをそのままで OK すると、相手の態度はぐっと上がる。あとは、そのプラス分をマイナスになるまで、相手からいろいろいただくこともできる。例えばこれは、毎ターン250ほどのお金をもらう交渉もできる。だけど、そんなことはしない?このプラス20はめちゃくちゃ大きい。ここでの交渉材料は、領地交換ってやつ。ちょうど欲しかった、寺院をもらっておこう。秦軍の農地もいけるけど、おそらく守りきれない。で、その寺院の領土をもらうのにマイナス 25.8? 差し引きでマイナス 5.4 の支払いが必要になった。だけど、たったの 5.4 だ。領土一つもらうのに、破格の取引と言えるだろう。使わないであろう従者二人と、お金たったの545を支払う。マイナスにさえならなければ、この外交交渉は断られることはない。Your offer is accepted. よっしゃー、これは大きい、大きすぎる。講和と寺院取り返しを同時にできた、秦軍も助かった。なんという流れ。嬉しい、やばい、嬉しすぎる。寺院が壊れているようなので、修復しておこう。これで、家臣の忠誠と威信というものが上がる。さてこれで、あとは北の炎章の動きは気になるが。南に広げよう。狙うのはこの韓帝国の領地、領州だな。とりあえず、このターンは終わり、敵のターン。こういうか、軍団の通行許可の交渉。炎章への心象にあまりいい影響を与えないんだよな。ただ、今の形のままなら、隣接してる交友の態度も上げておきたい。了承しておいた。Your wisdom reveals a kindred spirit. よしよし、気になってた有料の軍勢はまだ見えないようだ。さて、こちらのターン。敵のターン中に思い出したんだけど、秦軍の都市レベル。さっき、興奮してあげるのを忘れてた。痛い痛い。完了までのこの1ターン差がどう影響するのか。炎章とは同盟は結ぶ気はないけど、だでいろいろご機嫌を伺っておかないと怖い。まずいな、軍団通行許可を結びたかったけど、今は無理だ。現在の炎章の態度がマイナス2。怖いよ怖い。さて、こちらの軍勢はいち早く南に行きたいところだ。だけど、兵を結構失ってしまったので、拠点に移動して、兵を回復させながら、南に向かうことにしよう。領州が他に取られないことを祈る。よし、命令終わり、敵のターン。一番、心配してるのは、不可侵を結んでいる炎章が、宣戦布告をしてくる可能性。次に有料一味の動き。Words will not be enough. おっと、これは甲虫、宣戦布告をしてきたようだ。おそらく、領州の農地一つを持ってる小勢力。甲虫の領地を取ると南が開けすぎて、酵素とか、黄金属の強いやつとかに、隣接する気がするんだよね。農地だから欲しいんだけど欲しくないっていう微妙な気持ち。ただ、攻めてくるなら放っておくこともできないな。さて、こっちのターン、軍勢を農地から北条の都市に移動させよう。これは北条の都市開発、収入と関係がない建物を壊して、空いた土地に工業施設を建築。結構すぐにお金になる施設を優先した。よし、命令終わり、敵のターン。変わらず、炎章と有料の動きが気になるところ。あ、秦軍に敵が来たな。これは、交渉が講和を望んできたな。講和を結ぶと、炎章の共通の敵というプラス要素が消えると思う。ただ、弱ったとはいえ、交渉は都市一つを持ってるので、寺院を狙ってくる可能性もあるし厄介なんだよね。断ると、いつでも講和ができるって状態でもなくなる。悩ましい。結局、講和しておいた。さて、この軍勢は何だろう。舐めた兵力できてるな。
流氷の軍勢か。ただ、こんな兵でも秦軍は落とされるんだよな、多分。とりあえず、それよりは炎症だな。What do you want? 黄色の態度のままじゃ、全く安心できない。ダメだ、軍団通行が結べず。建築中の拠点に敵は向かってくることが多いんだよね、なんとなくだけど。流氷と講和を結べないかな。ダメだ、全然無理。でも、ここに、こっちの軍勢を置くと、多分攻められないと思うんだよね。どうなのかな?確定でもないだけに怖い。まあ、ツリーでも見敵を落ち着けよう。今回は総収入 10% 上がるやつを取った。さて、秦軍の都市。レベル4まであと2ターンか。仕方がなかったとはいえ、立て直しが響いたな。今回は、攻めて来られないと見て、中止せずにそのままで行こう。炎症と戦争中の交流は、どうやら北海の都市を取られたようだな。交流が弱ってきて、こちらへの脅威がなくなるとなれば、軍団通行や貿易などの手を切る方向も考えられるな。さて、このターンの命令終わり、敵のターン。流氷、秦軍に来ないで、頼む。We would be no threat to you. これは、曹操から不可侵の申し込み。これを結ぶと、曹操と戦争中の演術らとの関係が悪くなりそうだ。演術とはまだ外交交渉自体ができないが、関係は上げておきたい。As you wish. 断っておいた。よっしゃ、流氷軍が引いてくれたぞ、やった。ここ、見えていないゾーンにあの流氷軍は消えたんだよね。お、このイベントは全ての軍で治安が10上がるやつ。前回の兵糧不足で治安が大きく下がっていたから、これは美味しい。さて、ここは結構な時間、悩んだ。こちらの軍勢が秦軍から離れれば、さっき離れた流氷軍が、一手で秦軍を取れる距離にいるかもしれない。次のターンでレベル4になる秦軍を攻められるのは辛いところ。だけど、考えた結果、もう来ないだろうと思った。なので、領州の牧場を攻めたよ。よしよし、これは対処するみたいだ。スキップした。よっしゃ、やっと来た、遅かった。団結力が高まって、これで優美の階級みたいなものが上がった。これでね、軍隊を一つ増やせるし、行政官を受けるようになったりする。少書令と行政官に空きが出た。これ任命すると。任命した、武将の忠誠がぐっと上がるし、収入が増えるし、いいことずくめ。加工園の忠誠も危なかったので、全く働いていないけど、少書令にしてあげた。あと一人は、義勇を優先して行政官にしたいけど、内政官として今、働いているので、今は任命できないようだ。内政官を解除してから、行政官にしよう、1ターン後になる。それで、代わりの内政官として一人、水属性、軍師を雇っておこう。よし、これでいいや。よしよし、牧場を取ったことで、兵糧は4から10に増えてるな。その牧場のレベルを上げておこう。あとは、やっぱり炎症だな。態度を大きくプラスにしないと、枕を高くして眠れない。よく見ると、ここで貿易ができたの気づいてなかったな。軍団通行交渉は変わらず難しそうだ。あと、2段目の役職がつくと、ミッションをもらえるみたい。表情を呼び出すってなってるな。これは、おそらく早々と戦えというミッション。無理にやる必要もない。あとスパイを一人使えるようになった。敵の情報を得たり、装備を奪ったり、いろいろできるスパイ。なんといっても、その勢力の周囲の状況がわかるようになるのがいい。だけど、スパイもタダではなくて、ターン前の俸禄が必要。今回はやめて、もうちょっといい武将が来たらやることにしようかな。
領収の都市はレベル4か。あとは、老老も増えたし、牢屋の都市をレベル5にしよう。よし、このターンはこれで終わり、敵のターン。秦軍の都市が無事でいられるかどうか。それが心配。Some things are better gained through trade. おっと、これはいいぞ。炎症から貿易交渉、2000ほどお金を支払えとも言ってきた。いらない装備を上げたら、逆にプラスになったので、お金を毎ターンもらうことにした。よしよし、これで行こう。よっしゃ、有料のターンを超えた。秦軍は無事だ。よしよし、これで秦軍の都市レベルも4になったぞ。いいぞいいぞ。という感じで今回はここまでプレイをした。現在のターン数は31。炎症がさらに交流の拠点2つを奪ったようだ。こうなると、交流との関係を考えなければならない。炎症が大きくなりすぎるのは辛いところではあるけど、交流が滅亡する前に関係を断ち切ることで、炎症との関係は大きくプラスに修復できるかも。さて、ここからどうなるのか。続きは次回。では、またねー。